田島です。よろしくお願いします。私が10月から始まったこの私が10月に出した CD のですねレコ発を10カ所でやったんですけど、今日9カ所目。ありがとうございます。おお、知ってるでしょ本当にたくさん来てくれてありがとうございます。岩田由衣子さんとどこでやりたいかなと思った時に、真っ先に居酒屋いいなと思って酒好きだしね、あの人ねということで、街外れの片隅の自販機前に立ち尽くし、ぼんやりを決め込んだまま赤すぎる空見上げてる。
少し酒気を帯びたプリウスは毒リンゴのようにほっぺたを染めたまま、たてがみが絡みつき影も形もなくなっちゃう。その前に年老いたプリウスはいつの間にか上空から落ちてきて、扉を叩く前の夢うつつの私の頭をそっと撫でて消えたんだよ。ありがとうございます。大地引いて茶柱立って意味なく楽しい夜と何にもないやることない不安定な夜を使い古した寸胴に放り込んで上にいる栗人参の天文台からとんざをした夜と証の時空間で振って寝をした夜を上品な濃紺色に染め上がるまでにいるにいるかき混ぜてかき混ぜてさあ新しい夜がもう出来上がるよ。味見してまた混ぜて僕好みの夜なら君ヘイヘイボンボンな夜に適度なスパイスと甘酸っぱいほろ苦い思い出を加えてじっくりとゆっくりとこ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 と煮る煮る昨日の夜と明日の夜と平和な夜と悲しい夜を何でもかんでもありったけ集めて強火で火にグツ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 煮る煮るかき混ぜてかき混ぜてさあ新しい夜がもう出来上がるよ。味見してまた混ぜて僕好みの夜なら君にも開けるよ。また混ぜて僕好みの夜なら君にも開けるよ。かき混ぜてかき混ぜてさあ新しい夜がもう出来上がるよ。味見してまた混ぜて僕好みの夜なら君にもあげるよ。ありがとうございます。僕もギターを片手にその辺まで行きたいんですけど、シールドがつながってましてですね、私は動けない。まあ動けたとしても動かないですけど、あんなアグレッシブなんですね、ソロは初めてですソロ専門でやってらっしゃるのにクラシックな感じがいつもしない、あのいい意味でね、あの岩田さんは本当にあの仲良くしてくださって、実はもう
数えたら10年来のやばいやばいです。岩田結子さんが組んでらっしゃるフライングドクターっていうポップクラシックトリオの3人にも CD ではサポートして演奏してもらってますし、岩田さん一人ソロでも1曲僕にの伴奏をしてくれた CD 道草音楽2000円13曲入り頑張って作りました。2年半かけて作った、やっとできました。長かった、長かったよね。だってフライングドクターと撮ってから一緒にやってから1年以上経ってからリリースしてるんで、そういう意味では本当に時間かかりましたけど、すごい頑張って作りました。クラシックってやっぱりスタンダードというかみんなが知ってる曲が多いじゃないですか。なので僕もみんなが知ってる曲を1曲やろうかなと思ったっていうことを言いたいっていう。君を忘れない、曲がりくねった道を行く、きっと想像した以上に騒がしい未来が僕を待ってる。愛してるの響きだけで強くなれる気がしたよ。ささやかな喜びを潰れるほど抱きしめて、苦しいでも一緒にやりましたね。忘れてる思い出の曲だったのにこういうもんですよね、こういうもんですよ、一方通行ですよ。君の顔を青じ
はない顔で連続してゆく世界、知ることは不幸です、知らないままも不幸です、考えぬことは不幸です、知って生きるのも不幸です、古びたギターが君のピアノを聴きすぎて
どうもありがとうございました。